い、どけって、見せ物じゃねえぞ、散れ散れ。お待たせ。エアリスなのか。うん、ポルネオはこういうのが好きなんだって。なんかあちこち盛られて不愉快。そうか、クラウド、すまない。それよりエアリス、ジョニーの伝言は聞かなかったのか。待ってろってやつ聞いたけど心配だもん。ここは思っていたよりも危険なところらしい。オーディションで何をさせられるのかもわからない。やはり一人で行かせるわけには。一人？そんなつもりないよ。ほらこっちこっち。どこへ行くつもりだ。私マムからいいこと聞いたの。クラウドのこと気になってる人がいるって。大丈夫かな。よかった、目覚めた。あんたはエアリス、名前エアリス。クラウドだ。また会えたね。そうだったか。え、覚えてないの。ほらお花。ああ、花売りの。ここはスラムの教会5番街。いきなり落ちてくるんだもん、驚いちゃった。お花畑、クッションになったかな。え、うん、いいね。あんたの花が悪かったな。気にしないで、お花結構強いし、ここ特別な場所だから。ねえクラウド、これ落としたよ。ああ、私も持ってるんだ。マテリアなんて珍しくもなんともない。でも私のは特別だって、何の役にも立たないの。使い方を知らないだけだろ。そうかもね。でもそれでもいいの、身につけてると安心できるし、お母さんが残してくれた。ねえ、せっかくの再会だから少しお話しする？俺から離れるな。わ、かっこいい。疲れる前に出よう。これより撤収する。諦めたらしい。消えた。うん、消えた。何だったんだ。きっとやっぱりわからない。早く行こう。ねえ、屋根の上行こう。ほら、あの柱のそばに駅あるの。クラウド、行くよ。あ、これからどうするの？しばらくはボディーガードだ。そうでした。その後は7番街のスラムに帰る。帰り道わかる？ああ、怪しい。
さっきの男、あれはシンラカンパニーのタークスだ。タークスがあんたに何の用だ。そうねえ、タークスってソルジャー候補をスカウトするんでしょ。それは仕事のごく一部。タークスの仕事は他にもいろいろあるんだ。暴力を匂わせて、脅迫、拉致、最低だよね。最初の質問に戻ろう。あんたとあのタークスの関係は。顔見知りに見えた。ソルジャーの素質、私すっごくあるのかも。もういい。あれ、怒った？こんなところ、私歩くの初めて。普通はそうだろうな。なんだかワクワクするよね。まあ最初はな。ソルジャーの素質があるんじゃなかったか。意地悪。この辺りは誰も住んでないのか。うん、怒られないから安心して。ボロボロだね。俺が先に行く。かなり古い、気をつけろ。はいはい。慎重に。心配しすぎ。私お姫様じゃないよ。嘘。びっくりした。ありがとうクラウド。あ、ほら壁。一度外に出ようとしたことあるんだ。でも結局行かなかった。危険だからな。ミッドガルの外、自然いっぱいなんでしょ。私そんなところで生きられないかもって時々思うんだ。この風景、私嫌いじゃない。スラム好きなんだよね。みんな強く強く生きてる。時々それ感じて嬉しくなるんだ。飛べるか？もちろん。頼もしい。あんたといると退屈しない。褒められてる？皮肉だ。早く慣れてね。遊びは終わりだ。解き放つよ。すっごく得意そうな顔してる。下がってろ。そう言われましても。またね。クラウド、スラムのことはあまり知らないんだよね。あんたに比べれば多分な。訓練場、宿舎、現場、それが俺の世界だ。なんかカッコつけてる？あれが駅。見ればわかる。駅？何だかと思って。クラウドの世界。もういい。私の家、着いたらお母さん紹介するね。
が私の家。すごいな。